テーブルは熱演長者株からさあ今日も取っていきたいと思いますね。えー、この YouTube ソロ版チャンネルでは皆様のおかげで YouTube 側から CM 広告をつけていただいております。たまった金額に関してはですね、ご、え、李、ー、先生今年の春から。 メタバースプラットフォーム上にですね、そろばん教室を開講したり、そろばん大会を開いていきます。そこでですね、仮想通貨を賞金に出したり、NFT 化したものを商品に出したりしていきたいと思いますので、コツコツ仮想通貨のイーサリアムという仮想通貨に しておりま,すでまたそういうような大会でですね、お配りしていきたいと思いますのゴリス先生もまだまだメタバース NFT 最新のブロックチェーン技術ですね、まだまだ勉強中ではあるんですけども、一緒に興味がある方、勉強したい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今日のテーマはですね、これから何百回とやめようと思うかもしれないというテーマでお話していきたいと思います。まあ、冒頭にも話したんですけどね、今年の春からメタバースプラットフォーム上クラスターを使ってるんですけど、 え、ゴリ先生、そろばん教室を開いたりですね、え、そろばんの大会をやっていきたいと思うんですね。で、そこでですね、まあ、そろばんの大会というか、計算の大会に始めはなると思いますけど、え、そこで、え、NFT、え、貸した、え、商品ですね。で、あとは、まあ、仮想通貨、どこまで出せるかわからないですけどね、賞金としてイーサリアムなんかを出していくような大会を開いていきたいと思っております。 で、まあ、ちょくちょく、えー、少しずつ準備はしてるんですけどね。いろいろとまだまだ、そのメタバースプラットフォーム、えー、なかなか参加してる方っていうのは、えー、非常にまだまだ少ない。えー、そんな状況で、えー、大会を開いてもですね、えー、集まりというのはもう目に見えて、えー、少ないというのは分かってはいるんですけどね。ただまあ、えー、くじけそうになる、えー、何百回、本当に、 新しいこと、まあ YouTube をやり始めてですね、もうすぐ丸6年ぐらいになるのかな。あの、年間多分300本以上、えー、動画を作ってきてるんですけど、あの、何度やめようと思ったことが <laughs>、本当に数えきれないです。全く覚えてないですね。どれぐらいもう辛いな、やめようなと、こんな毎日毎日動画上げてもな、そんなに見られないしな、なんて思ってたんですけどね。 えー、同じようなことがですね、新しいことをやると絶対出てくるんだなというふうに思っております。えー、まだまだメタバース、えー、いろんなニュースでは出ますけどね、えー、実際にそれをやってる人たち、動かしてる人たちっていうのはまだまだ少ないなと。えー、NFT、えー、NFT 化してデータを動かしたりするのもですねまだまだ少ないなという状況で。 やっぱり参加者が少ないと、ですねこの YouTube もそうだったんですけどね、えー、もう本当にやめようと思います、何十回、何百回と思います、もう数えきれないぐらいですね。ただ、えー、6年前、振り返って、えー、6年経過して、今、YouTube どうなってるかというと、ですね本当におかげさまで、えー、YouTube 側から CM をつけてもらえるようになりましたし、えー、今200、2200を超えてきてるのかな、チャンネル登録者数もですね、本当にありがたいと。 だから、まあ、何百回、メタバースの件もそうですしね、NFT の件もそうですしね、あの多分間違いなく何百回ってやめようと思うとは思うんですけど、まあえー、続けていればです、ねあの、何かしらいいことがあるんだなぁと思いながら、ちょっと頑張っていきたいと、そろばんザ学習を習い始めてです、ね、生徒のみんなも、えー、もうやめたい、やめたいと思うのは、もう数えきれないぐらいあると思うんですね。ただ えー、ゴリ先生の話じゃないですけどね、えー、頑張ってれば必ず報われます、えー、絶対いいことあるんですよ、でこう初め、えー、ライバルに例えば差をつけられてたとしても、続ければです、ね、勝手にライバルっていなくなるんですよ。 えー、これはゴリ先生、えー、続けててよく分かることなんですけどあの、自然にやっぱりみんな続けられなくなります、これは誰しもそうなんだなと思うんですね、ああ、誰しもやっぱりやめたいなと思って、えー、そういう気持ちっていうのは起こるんだなというふうにゴリ先生、思っております。で、自分さえ我慢すればですね、えー、ライバルは自然に消えていきます、そうするとですね、結局、残った人間が、えー、勝者になると。 えー、そういうふうにゴリ先生信じておりますのでぜひそろばん安全学習もですね、えー、何十回何百回ってやめようと思っても構いません、えー、やめたいなと思うなという方が無理な話なんで、えー、しっかり、えー、思ってもらって構いませんもう何十回とはやめようかなって考えてもらってもいいんですけど そこでですね、実際に辞めるのと、えー、ライバルは自然にあ、周りのライバルはいなくなるんだな、ここで自分さえ耐えれば、えー、他のライバルは落ちていくんだな、というふうに思ってですね、えー、辛抱するというのも一つの手だと思っておりますので、えー、ぜひですねあの、じっくりゆっくり考えて、えー、そのま座学習やってもらえるといいかなというふうに思っております。はい、えー、最後までですね、この動画見ていただいた方、ありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください